はいこんにちはレトスのおノです7月13日の3問に入っていきます A が善意無過失で8年間え所有の意思を持って平穏かつ公然に他人のものを占有し A が B に賃貸し B が2年間占有したこの場合 A は 取得事項を主張することができない。丸か罰かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは罰です。自らが占有する場合でなく、賃借人により間接的に占有する場合も、A が所有の意思を持っていれば、取得事項を主張することができます。 つまり本問では合計して10年経過しているので取得事項を主張することができます、まあ、これは基本事項なんで絶対覚えておきましょう間接占有も自己占有に含まれるということです今回賃借人により間接的に占有してもらっていますこれも A の自己占有に含まれるんですね A が自分で占有しているということになるということですで短期講座の受講者様はポイントテキストを確認しておきましょう ポイントテキスト上巻の20ページ真ん中あたりに記載しておりますそして問い2に入りますえ宅建業者は宅地または建物の売買または交換の売買に関する広告をするときは一般売買なのか専任売買なのかの別を明示しなければならないまるかばつかという問題ですえ答えは一般売買専任売買このあたりは明示しなくてもいいので誤りですね え広告をする際取引対応の別えこれは売り主なのか売買なのか代理なのかと、まあ、そういったところは示さないといけないんですねで今回は売買の中の一般売買か専任売買なのかいわゆる細かい内容ですよねここは記載しなくていいんですよだから誤りだということです売買っていうことは広告に示さないといけないんですけれどもそれよりも細かい一般売買なのか専任売買なのかここまでは明示する必要はないんですね なので、えー、誤りになるということです、まあ。意外と盲点ではないかと思います。出題されたら間違いそうな引っ掛け問題ですよね。まあ、絶対注意しておきましょう。で、3番ですね。開発許可です。開発許可を受けた者が、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事の許可を受けなければならない。丸か罰かという問題ですね。答えは罰です。開発行為の廃止は、遅滞なく知事に届け出るだけでいいんですね。 許可まではいりません。このような引っ掛け問題って、宅見試験の作成者は好きなんですね。許可と届け出の違いですね。なんで、しっかりこの部分、えー、問題文を読んで回答していただければと思います。細かい部分については、この無料動画ではちょっとお伝えしていませんので、細かい部分まで理解したいと、で宅見試験絶対合格したいというのであれば、ぜひ短期講座ご検討ください。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月。そろそろ実力はついてきていますでしょうか 実際弊社の受講師さんは、すでに模試を行っていただいて、コンスタントに40点前後、取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ、卓剣試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講師さんの中でも、中卒で元飛び職、法律知識が全くゼロ。この方は、7月中旬から受講していただいて、たった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、 あなたも今年合格できます。勉強始めたはいいけれども、なかなか理解できない。解けない問題がたくさんある。今年合格できるか不安。でも絶対今年合格したい。もしあなたがそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座おすすめです。理解すべき内容は解説に書いてあります。具体例、考え方、関連ポイント、一緒に解説に書いてあります。分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してあります。 もしそれでも分からない場合は直接私にご質問いただければ解説させていただきます今からでも今年あなたに合格してだく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで是非ご確認くださいあなたの受講をお待ちしております宅建合格目指ししてて一緒に頑張っていきましょう